ジグミシンゲワンチュクは第四大ブータン国王。解明的な国王として知られ、強大な国王の権限を徐々に縮小する民主化政策を進めた。1955年11月11日ティンプルのデチェンチョリン宮殿にて誕生した。インドとイギリスに数年間留学した後、国王のためにパロに設立されたウゲンワンチュクアカデミーで、少数の学友と共に、 内外から厳選された教師団による教育を受けた。1971年に計画委員会議長に就任し、1972年には実質上の大大使となるトンサペンロップに任命された。同年7月21日、フオージグミドルジワンチュクが滞在先であるケニアのナイロビで放御したため、16歳で旧巨大四大国王に即位。 この時点で彼はまだ16歳であり、世界最年少の国王として話題となった。2年後の1974年6月2日、大冠式を迎えた。1988年10月31日に結婚。名門の出身ウギエンドルジと同じく名門の出である当時ザム夫人の間の6人姉妹のうち、次女から5女の4姉妹をめとり、5男5女を儲ける。 1999年には大韓25周年を迎えた。国王のご神栄が描かれた百にいるたむ紙幣統治面においては、その手腕を大いに発揮し、第三大国王の時代から進められてきた国際社会参画と国内政治改革を一層推進した。内政に関しては、保守的な面と革新的な面を合わせ持ち、国民総生産に変わる。 国民総幸福量という概念を提唱したことでも有名である。革新的な面としては、1998年以降の国王権限の縮小を挙げることができる。行政の実権の返上と国家元首への宣伝を基本とし、国民議会に国王不信任決議の権利を付与し、国王定年制を提案、閣僚任命権を放棄し、国会議員による無記名信任投票とし、 任期を5年に定め、内閣を刷新した。また、行政の実権を担う首相職を設立し、各閣僚が任期1年の臨番制で首相を担当するというシステムを導入した。また、急速な近代化を憂い、急ぎすぎない開発を主眼とした自然環境の保護を進めている。なお、国王の権限縮小は第三大国王の時代から徐々に実施されてきており、 形式上は絶対君主国家ではなくなった。一方、保守的な面としては国家的アイデンティティの補強が挙げられる。1985年の公民権法改正以降、急速な西大化に苦慮した政府は、1989年にブータン北部の伝統と文化に基づく国家統合政策を施行し、チベット系の民族衣装着用の義務付け、存加後の国語化、 伝統的礼儀作法の遵守などを実施した。これに不満を持ったネパール系住民が1988年以降半、王政運動や反政府運動を繰り広げ、後に国外流出を招き、南部問題としてブータン政府を苦悩させた。2003年には国内に潜伏していたアッサムゲリラの追放作戦を人頭指揮しているが、 その際にも仏教徒としては殺政が許されると思ってはならないという訓示を行っている。2006年12月9日に直令を出し、14日に第一王男子のジグミケサルナムゲルワンチュクに上位した。現在、国王を退位し、自由に行動できるようになったことで、民衆の生活を自らの目で見るため、国内を巡り歩いているという。ありがとうございます。